はい、こんばんは、山城と申します。フォーム規定手帳査シリーズ2024、今回は、山中さんね、やっていこうと思います。山中さんもね、見てるのはちょっと店舗数はね、少ないんですけど、愛知県、名古屋をね、拠点にしている、ところで、愛知県では非常に、シェア率が高いですし、一時期はね、三重県も非常に出店が多かったんですけど、最近はね、ちょっと店舗数が、三重県はちょっと、減り気味なところではありますけど、とはいえね、うちの対象地域だと、富田と津島町、あとは、そうか、チャレンジショップがなくなっちゃったから、もうこの今2店舗なのかな、あと1店舗、あれどっかあったよな。あれあった気がするけど、あれまさかになかったっけ、鈴鹿はもう今ないのか、っていうところですけどね。まあ、とはいえ、店舗ありますよということなんで、ちょっと見ていこうと思うんですけど、山中さんね、チョコレート、ちょっとね、違うところとか、テナントが入ってるところが多い。これちょっと愛知県のスーパーマーケット全般にいることなんですけど、結構ね、惣菜コーナーが、テナントが入ってるところで、自社の、テナントじゃないところが入ってる比率が、愛知県ってちょっと高いんですよね。三重県ってほぼ 100%、実は、自社ブランドのやつが入っていて、で、追加で、大きい大型店舗だと追加で、入ってるよというところもあるんですけど、1号館なんかね、一時期昔は岩田食品やカレミとか、あとミミか、サミっていうところがね、入ってたりしたんですけど、もう今はほぼほぼ全部、直営に変わったりとかしたんで、今、だいたいそうなんですよ。まあ、とか、今がね、だいたい直営でやるんでね、どうしても三重県はその頻度が高くなるんだとは思いますけど、うん。っていうのがあるんで、ちょっとお店によってはちょっと予約できないところとかもあったりしますね。それはちょっとこの2店舗は、三重県の店舗は大丈夫だと思います。ということなんで、じゃあそこでね、情報の方を拾ってきたんで、見ていこうかなと思います。まずは去年のデータから見てみましょう。ですね、山中さんの直営が入っているところと、思ってもらったらいいのかなということですね。うん。じゃあ行きましょう。ということで、それも水産のエリアとか入っとったらなんで、なんか基本的なはずなんですけど、ちょっとそこのところだけはね、事前にご了承いただければと思います。では早速ね、去年のデータからチェックしておきましょう。さあ、ということでね、去年のデータ開きましたけど、こんな感じでした。去年14品目あって、ずらずらずらーっとこんな感じのラインナップでしたねと。倉庫で見てみると、最高価格3650円の設定があって、恵方巻きは1166円、ちょっと高めの設定ですよね。で、最低額602円ということで、14アイテム38っていう形だったということなんですけど、山中さんは、3600円どれだったら、これだ、本マグロのね、贅沢巻きっていうのがあって、これが高かったんですけど、1000だけの月だけで、あとはね、比較的1000円台前後でちょっと触ってる。で、一番多分売りたいフラグシップはこれかなっていうことですね。ハイエンドモデルとは別でフラグシップを作るっていう形で、1706円の15品目の肉まに、海鮮巻き主が設定してあったっていう形ですね。っていうような感じでしたよ、という流れでした。いや、今年はね、どういう感じなのか。まあ、比較的いわゆるオーソドックスにちょっと、高級感のある設定出るかなってところですね。まあ、あとは、ハーフも600円ってことで500円台の設定がなかったっていうのも、ちょっと特徴かな。他のところと比べると。あんまりそこが、あとから、オープンの去年はあったけど、そうなんですよ。大体500円台の設定が何かしらあるもんですけど、なかったっていうのは、ちょっと特徴かなっていうところですね。で、今年のネタ見てみましょう。どうかなっていうと、こっちですね、こんな感じでした。同じく、15品目の肉まり海鮮寿司という形なんで、この品目でこうやって見比べてみると、変わりはないのかな。今年はこのカラフルロールが巻き寿司っていう品目に巻き寿司っていう設定が入ったなっていうぐらい、あとはもう見ての通り、変わらないんですよね。ここら辺の品目のところもね、入り数とかちょっとデータのね、入った中でよく動いてますけど、その変更なしということですね。なんなら価格設定が見ての通り全く一緒です。これね、入力間違ってるんじゃないですか。去年とデータ比較したら、全く同一価格の据え置きになってました。ということなんで、そこまでね、
変化点は少ない、というかかなり少ない、ほぼ一緒、ほぼ一緒とか違う、ここはね、一緒だったんだ。もうあのここの太巻きが、あの巻き寿司っていう表記が入るか入らないかだけで、あとはもう全く一緒っていう、こうで言ったらこれ、こうで言ったらこれ、こうで送るとね、全く一緒っていう、かなり、全員の特徴でしたね。全員でした。品目的には15品目の20倍でした。これがね、大事な品目を、キュウリ、アナゴ、イカ、サーモン、赤エビ、トビコ、スキンマグロ、アーダン、生マグロ、生ハナシ、イカ、ケイ、カンピョン、コエドフ、卵焼き、お風呂、オバという形で、これももう一緒でしょうね、多分。キュウリ、アナゴ、マグロ、アーダン。頭が結構変わってる？変わってないな、一緒ですね。っていう形なんで、かなり、ドイツにやってるなというところも特徴でしたね。海鮮巻き寿司も一緒のような感じ。私服巻き寿司も、こんな感じでしたけど、これを一応、恵方巻きの基準のやつにしています。菜の花とか入ってますけど、まあ、地域差もあるんでしょうね。という形で、これを一応、私服巻き寿司を恵方巻きの、基準点っていう形にしてあります。っていう形でね。うん。品目多めに設定してあるっていうのはかなりありますね。かなり品目数が高めの設定な感じがしますね。で、他にもいろいろとバーっとありましょうという形なんですけど、特徴としてはサーモン、チーズのカラフルロール巻き、カラフルなとか、もありますけど、比較的バラエティにあるようで、比較的、オーソドックスな得意なものが多いのかなというところですね。あとは意外とハーフ設定もあるんで、っていうようなところが特徴かなということですね。今回は確かね、あれここも一緒だったっけ、本マグロ。もう元々、あるか。ありますね。うん。エビフライとかだけちょっとハーフの設定がないです。基本的にはハーフの設定がしてあるっていうのも、はい、特徴ですね。本マグロの海鮮のモデルなどもハーフがしっかりと設定してあって、1900円で買えますよというのが、特徴かなというところですね。ですので、これね、総合で見てみると、こんな感じになりましたと。うん。3650円。ハイエンドモデルが3650円という形なんで、まあ、吉田屋とかと比べてもちょっと高いけど、やはりイオンみたいにその飛び抜けたね、高い設定をしてこないなというのが、まあ、一番スーパーの設定なのかなというところですね。本巻きはただ、実は今までの中では一番、価格設定としては、高いですね。あの、例のカフェ付けとかしかなかったよという、イオンとか吉田屋よりも、ここの、山中さんのところが1166円ということで、で、これが最高値のところですね、現状という形になります。で、あとは、最安値、ね、もう602円ということで、そうか、まあ、あの、寿司店門店のね、その、マルチューさんを除いて、見たらもう、やはり、600円台、500円台の設定がないっていうのが、唯一ですね、今のところ。これ、一番、定格材のやつが602っていう、形になってます。ちなみにこれ、全部予約価格です。すいません。山中さんは予約価格と、当日の販売価格が違うっていう設定ですので、今回全部予約価格の設定のやつになってます。一応、チラシに表記はあったんですけど、基本的にはもう予約してもらうことを前提で作ってるっていうのも一つ特徴かなっていうところですね。これ、あとで見てきますけど、後半の方に出てくるお店っていうのは基本的に予約は、もはや受付をしないっていうところも多分出てくると思います。これ、あと紹介するところで、ある予定なので、そのあたりもね、一つ、かなり会社さんで設定の仕方が違うっていうのは面白いところかなというところですね。うん。アイテム数は14、ということで、まあ、スーパーマーケットの中ではそこまでアイテム数を多く設定してないのかなという中で、特徴としてはセット販売が3、14分の3でしょ。で、そこは別に、まあまあ高くもないってあるんですけど、うち10センチ未満の商品が8っていうことなんで、アイテム数の方にね、実はこのハーフの設定のものが多いということで、もう特徴かなって。18センチ以上のものが6っていうことなんで、ですので、アイテム数としては、実は、比較的絞り込みをしているのかなというところが見えますね。他のスーパーマーケットっていうふうに見てみると、この辺りですよね、牛トラからなんで、総アイテム数も、
イオンのね、もう、半分以下ですもんね、っていうようなところから、まあ、イオンはね、どうしてもすっげえバラエティラインナップを添えてくるっていうのがあるんですけど、と比較してみると、かなりアイテム数としては絞り込んだ設定になっているのかなというのが見えるなというところですね。で、1月28日締め切りということで、まあ、さすが山中さんのことで、まあ、しっかりとまとめてくるっていうイメージありますね。やっぱり山中さんらしい、設定なのかなというところで、そこで、このね、ちり、あの、バラバラと決まるんじゃなくて、それぞれの訴求に合ったものをどんどんどんと予期するっていう設定なのかなっていうのが見て取れたのかなと思います。ということで、山中さんはね、これぐらいでいい。で、示させてもらおうかなというところですね。他のところとかもね、まあ、これがね、どんどんまた全揃ってくる。来世、全部で、ね、やる予定なんで、まあ、ちょっと資料とかがね、揃わないところもあるんでね、ちょっとそのあたりとかもね、ちょっと、逐次ね、情報を集めながらやってます。中心はみんな、スーパー関係者の方で、データありますよとかってね、データ提供してくれてたところがあったら、全然、すごくウェルカムなんでね、あたりもね、ぜひ、対応していね、行きたいなと思うところでありますが、まあ、とりあえずね、ひとまずこんなところで、山中さんの話ということで、まあ、比較的相手を取捨選択とかしっかりとしてるっていう感じなのかなということでした、ということでございました。ということで、この動画にこれぐらいで示させていただきたいと思います。次はどこやるかな、空やるかな、やろうかなと思いますね。よろしくお願いします。以上です。ご視聴ありがとうございました。